SaGa SCARLET GRACE ヒーローの野望の、主題歌をレコーディングされるときに、プロデューサーの市川さんが北海道に行かれたということで、先ほどもプライベートで北海道というご縁がありますよね。ご縁が、それはお好きなんですか、北海道は。プライベートはもちろん好きですし、はい、で北海道のスタジオも自分とそのスクエニックスの間に入ってくれるそのスクエニの社員の岩崎君っていう、はい、まあ、音楽担当がいるんですけども、はい、まあ、彼のそのアドバイスによってこういう北海道にスタジオがあるんですけれども、はい、昔坂本龍一さんと大貫妙子さんもレコーディングしたところで有名なところですよ、はい、音響も素晴らしいです、行ってみませんかみたいな、はい、っていうところに行かせてもらったのがやっぱり素晴らしくよくて、はい、東京とかにはないそのシステムだったんですね。あ、そうなんですか。作りが、へー、東京のいわゆるスタジオってもう鉄筋っていうか硬い壁なんですけども、はい、その北海道のスタジオの壁って石造りなんですよ。へー、だから複雑な鳴りと、あとそういう独特な温かい鳴りがして、そこでもうそこでしか取れない音響みたいなところがあったので、はい、あ、そこで行ってよかったなと思いますね。はあ、そういうスタジオの壁とかでも音は変わる、ありますね。はあ、そこは、それ以降もやっぱ使われたりするんですか。インピレルサラエクリプスのメインテーマだったり、はい、含めてのレコーディングがその主題かなと言っています。はあ、それは、伊藤さんが曲を作られて、この曲はやはりそこで撮りたいなみたいなことがあるんですか。はあ、すごいお話ですね。いや、普通にゲームをプレイしてるだけでは、あ、ここ石の壁のスタジオで撮ったやとこまで正直思ってなかったので、でもそれはもう僕たちやってる人間のこう聞こえ心地にやっぱり作用してるっていうことですよね。ご自身がもう作られた楽曲が他の方がアレンジされるのってどういう風に聞かれるんですか。いや、もう面白く聞かせていただいてます。あ、そうなんですね。こう来たかみたいな。あ、こう来たかっていうのはこう作られた伊藤さんの想像を超えるという感じがあるんですか。自分のやっぱり思いつかないフレーズがそこに入ってたり、はい、でそのアレンジャーの方々の個性がやっぱりあったりするんで、はい、同じその曲でもきっと入れるフレーズが違ったりとか、はい、リズムが違ったりとかってやっぱりあるんで、はい、それは個性だな、面白いなってなります、ね。はあ、いや、先日ですね、SaGa シリーズのプロデューサーの市川さんにここでお話を伺った時に、うん、その伊藤さんはこう演奏されるたびというか表に出されるたびに同じ曲でもアレンジを変えられてるというお話が出たんですけど、それだけアレンジをいろいろされてる伊藤さんでもまだこう来たかっていうのがあるっていうことですね。やっぱり自分の中でも凝り固まってるものとか、はい、昔ながらの好きで譲れないものってあるんで、はい、そこをいい感じで壊してくれる人もやっぱり新鮮に映るんで、はい、そういう人たちとのコラボやセッション面白いですね。